くらみは取れるけれども、そこの部分がシュワッとへこむかもしれないし、取り方にもよるし、症状にもよるし、だから一対一対応ではないですよね。いつも先生の YouTube 拝見させていただいてます、はい、先日目の下のたるみが気になり某美容クリニックに行きましたら、眼科脂肪は4袋に分かれているので〇〇万円 ×4 プラスアルファの金額を提示されました。私だけです、4つの袋に分かれているなんて本当なのでしょうか、YouTube とかで教えていただきたいです。いくつかのコンパートメントには分かれてます。ブドウの房みたいになってる。でそれぞれ あのコンパートメントから脂肪を取らないとアンバランスになるっていうのは正解です。ただし常識でこの〇〇万円プラス ×4 ってどういうことなのかなってよく分かんないですけど、多分その眼科内脂肪の脱出術って全てのコンパートメントから均等に取るっていうことで一つの脱出術なので、一つのコンパートメントだけから取るのが脱脂術とは言えないので、その辺で系統区肉というか説明に難ありかなと思いますね。眼科内脂肪の除去術というと、その全てのコンパートメントにアクセスして除去するっていうのが一つなので、だからなんていうのかな、きつねうどんくださいって言って、いやつゆは別料金です、うどんも別料金ですみたいな、そんな話だよね。そんな話だと思うよ。七味もオプションでつける。これ行かない方がいいと思いますよ、この某クリニックは。うん、まあこういうことが一時が万事で、例えば、麻酔代別料金ですとか、いや麻酔しなくてどうやって眼科内除去術やんのみたいな話とか、あとは術後の抗生剤別ですとかさ、ボロ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 出てくると思うよ。これ皆さん誤解してるのが、眼科内脂肪除去はたるみの治療ではなくて、あくまでも脂肪の除去以上なんですよね。でその結果によってたるみが解消する場合もあれば、たるみが増強される場合もあるので、これは もちろん本当に眼科内脂肪あくまでもそのたるみを取るためであれば、眼科内脂肪を取っただけだとかえって増強するような気がしますけどね。膨らみは取れるけれども、そこの部分がシュワッとへこむかもしれないし、取り方にもよるし、症状にもよるし、だから一対一対応ではないですよね。脱脂だけで対応できるのっていうのは、若い人のクマと呼ばれているもの、変形みたいなもの、生まれつき出てる、人ですね、形態としてね。ドクターがやっぱりその辺の基本をやっぱりよく説明して理解してもらわないと、やっぱり理解して同じ結果になったとしても、理解した上での結果と満足できなかった場合と、理解してない場合に満足できないというのはちょっと全然違いますのでね。心情的なものなので、それがさ、例えば数万円だったらあバカ見たなと思うんですけど、数百万になると後悔以外の何物でもなくなってくるのでね。僕すごい不思議なんですけど、脱脂術っていう名目でめちゃくちゃ安いところもあれば、ちゃんと30万ぐらいするところもあったり、ほんと10万もしないぐらいできちゃうよみたいなところ。なんか一時広告でもすごいたくさん出回ったんですよね。価格すごい。自由診療なので、やっぱりその治療契約が30万だろうと300万だろうと3万だろうと結んでいれば、それはそれで OK なんですよね。自由診療なので、相場感で言うと安すぎるところは警戒必要かなと思いますね。まあでもいろんなところに話を聞きに行けばいいんじゃないでしょうかね。で即決を求めないところで話を聞いてくれるところだったら、そこが一番いいと思いますよ。後悔しないところだと思いますよ。確かにこんなとこ行っても言わないですね。いいです、いいです。そうです、そうです。解決策としては、もっといろんなとこ行くと良いって。そうですね、そうですね。